どうもショータイムゴルフです。今回は栃木県にある蓬莱カントリークラブに行きました。今回のゲストはどうもこんにちは、はい、前回も出ていただいた竹内照樹プロです。照樹です、お願いします。こちらどうも日本一練習しないゴルファーです。名前は伊藤、すいません言い忘れました。伊藤です、お願いします。ショーちゃんの後輩です。はい、後輩です。で、蓬莱カントリークラブは竹内プロがなんかセカンド QT 通ったみたいな、こうサードをここでやるらしいんで、皆さん応援してください。よろしくお願いします。俺らセカンド落ちなんでね、うん、僕らセカンド落ちなんで、ちょっと今日はセカンド落ちチームで、はい、挑戦でプロに教えてもらいながら、そうですね、ラウンドしていきたいなと思っております。はい、はい、で今回の対戦方法なんですけど、僕ら落ちたんで下手な2人と、そうここ日本オープン出てるけど僕何にもないんで1000番台なんでランキングがね、はい、そう適当にこの2人、下手な2人と竹内プロという感じでやっていきたいと思います。僕らはベストスコアですね、はいはい、ベストボールで、あ、ベストボールです、はい、ベストボール竹内プロはガチンコで、俺らだって服かぶってるから今日、そう丸かぶりだから合わせてきた。いやいや、たまたまね、たまたまね、あっちゃったんだ。やっぱね、アメリカで長く一緒に暮らしてるとね、意気投合するんですよね。では頑張っていきます。お願いします。お願いします。くっ、いけじゃない。おっぶねー、ギリギリ、おっぶねー、さすが、やっぱやっぱね、QT セカンド取る人違うね。違うわ、あれ、置いちゃうんだもんね、あんな変な球で。ちげえ、本当だよ。はい、じゃあ、お願いします。どこ行った、どこ、完璧、フェアウェイ行ったそうです。さあ、ショータイムゴルフ代表取締役です。お願いします。ちょっと右じゃね。あったあった、あれだ。さあ、乗せよう乗せよう、はい、ゴー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 。よく知ってる人間にね、走らせるのはね、ちょっとウォーミングアップ必要かな。十分したマジ、本当に置いてかれました。すごいね、すごいよ。池がせり出てきて、キャリーで240を打てないとちょっと厳しいんで。240ヤード、何番で。9番で刻みます。よいしょ、はい、ナイスです。あ、洋芝なんでね、ターフ取りやすいんで、ターフ戻します安心してください。4番円で、ピンまで200ヤード、4番円。風はちょい上げ。おお、いきなり魚が跳ねた。結構ね、グリーン周りタイトになってますから、池がせり出てきて。右ダメなの？右手前は全部池ですね。ピンの左側、3ヤードぐらいの幅の花道が。キャリーでちょっとピンまで行きたいところですね。いい球。めちゃくちゃいい球だよ、これ。こいつ。ん？ちょっといい球すぎて追えませんでした。ピンハイ、ピンハイ、あ、ナイスです。届くかな。伊藤プロ残り何ヤードですか。191、5番円で。どんな球打つんでしょう。じゃない。お、ああ、その洋芝だよな、ここ。
撮ってました今。撮ってない今。116ヤード。ピッチングで。はい、P で。俺ら二人ワンワンとこ行ってます。うん。おお、すげえ。やっぱサードまで行く人違うね。あ、すげえ。真ん中のが竹内照樹で、左右が俺らのですね。照樹くんのキャリーそこでしょ。ショーさん4番アイアンで戻ってるしね。やば。ショーさん、僕ら2人ともイーグルパットなんで入れてください。タオル使う？惜しい。切れた切れた。ナイスバディ。バーディーパット。こう切れない。まあオッケーだけど。イーグルパットです。切れないんだから分かった。パターうまかったらとっくにレギュラー行ってるわ。はい。切れないんですよ僕パター。クソ。クソって言わないでくれる？はい、ナイスバーディー。はい、ナイスボール。11番ホールパー4。380ヤードぐらいですね。右ドッグレッグで。右がずっと池になってまして、ドライバーとちょっと突き抜けちゃう可能性ありますね。ツーアイアン、ツーアイアンで。そのアイアン折れてんだってカチャカチャ言ってくから。左ラフですね。やっぱ朝の練習場ちょっとカチャカチャイオンがしてただけありますね。二遊で二遊でいきます。2ユーでいきます。あれこれ JGA の P じゃん。そんな端っこにティアップするのね。右やだもん。カメラを意識して欲しかったよ。カメラそういうのやってないけど。うん、よいしょ。あー、ティーなくなっちゃった。うん、左フェアウェイぐらいですかね。スプーンでいい。スプーンだって。はい、ちょっと左、左ラフだね。ファーストカットキャリーぐらいかな。あ、ファーストカットに出てきましたね。うん、うん、まあまあ、まあまあ、160結構あんねん。8アイアン届くかな、これ。あー、段の下落ちてきちゃった。はい、竹内プロです。2打目ピンまで158。でかくねえの。まあいいや、まあ段の上行かなきゃいけないんでね。超喜んでるここの人。137ヤードピッチング。真右止まれ。右ラフです。最低。めっちゃ飛んだってターフやん。あ、乗るの乗るの。あ、乗るんだ。俺は一回も歩いたことないだろう、ゴルフで。
速かったセンスねえなー。バーディーパット竹内プロ。こういったんじゃね。あグリーン重いからしょうがない。フォーバーディー。あー2人ともショートやん。もうちょっと OK 出せない。 OK じゃない。 OK じゃないの。一緒やん。パカーマン怖い。チームプレーですか。ってことはこれ直した方がいい。さあ伊藤プロアプローチオーバーしてからのちょっと長めのパーパットですね。上りスライスですかね。おお。あぶね。たまたま。はい、ナイスパー。ついに脱ぎます。本気モードですね。暑いわ。いきます。最近好きじゃね。ナコスタナコスタって何ですかね。えナコスタって何ですか。ナコスタ口覚えてねえんだよ。ワニだろワニ。今日はチームカラー青っていうのはどういう何かあるんですか。たまたまだよね。やっぱ維新伝心してるからちょうどピンまでは158ヤード。打ち上げがちょっとありますね。動かねえかな。風はないです。何番ですか？8番。伊藤プロ8番アイアンで打つそうです。うん、ピンにまっすぐ。おー。ベタピン。8で。ちなみに俺ノーティーっすよ。ノーティー8で行ったから。おめでとう。いやだからその分この2人は本当にチームなのか。はーいじゃないよ。はーいじゃ。はい左でかっ。ちょっとグリーンオーバーしましたね。7番で7番でテンフィンガープレイヤー竹内ってる。おお、ナイスです。だから目つきばかりがこれなんですね。ちょっと甘低かった。60度。アプローチ。結構難しいっすよ。下りの左足下がり、つま先下がり。うまいんじゃねこれ。うま。ナイス。近っ。バーディーパット。ああ。ナイスパーです。伊藤プロバーディーパット。上り本人はスライスと言ってますが、ちょっとフックしそうですね。おスライスした。ナイスバーディー。おお見事読み切って。バリパッと入れましたね。ガッツだね。はい、ナイスパー。この動画をいいと思った人はチャンネル登録お願いします。高評価もよろしくお願いします。